あ、帰ってきた。ちょっと、なんで閉めるのよ。どうせあんたのことで喧嘩してたんでしょ。リンネが有原くんを食べようとしたとか。お、か、え、り。ただいま。たまたま会っただけ。ご飯は？あ、ありますよ。そのリンネが作ってくれた。あら、助かるわね。みんな食べたの？まだです。これから。そう。リンネ、よろしく。はーい。あんたはご飯抜き。とにかく食べちゃダメなの。なつきちゃん。有原くんもお腹空いてるだろうし。リンネ、ご飯ご飯。ちなみにこれ、エルのマネー。ダメなもんはダメなの。わかった？夏希、大丈夫？ねえ、リンネ、夏希に何か言ったの？別に、イチャついてただけ。有原くん、ご飯は大盛りにする？は？何それ？痛いわ。いいわね。そろそろ雪が降るかしら。ねえ、なんで私殴られたの？言うの遅えんだよ。